お疲れ様でした。そうだね、迷ったね、迷ったね。自己紹介からしましょうかね。藤井です。渡辺です。お疲れ様でした。いやとんでもないスタートになりましたけれどもね。はい、ね、もうこれを反省すべきだよね。もう今日はね、なんで打ち合わせしないの。どうでしたか、渡辺アナウンサーは。いやー、そうですね、久しぶりに鈴木優さんに会いました。私本当全くかぶってないので、優、うん、さんに会える時は本当に火曜日だけなので、もうたまにこう総札が移動してきた時にレアキャラみたいな感じでこうお互い会って、そうだよね、あみたいな感じなんですけど。え、どれくらいぶりでなの、それ。あ、どれくらいぶりに3ヶ月ぶりで。本当に合わないんだね。でも前回会った時はこれまでほとんど会ってないみたいな、あ、1回も関わってないよみたいな状態で初めて会った時は、なんかようやくやりましたねみたいな反応だったんですよ、ちょっと。ほぼ初めまして状態じゃないけど、だからなかなか喋ってないからちょっと距離感があったんですけど、はい、今週はちょっと距離が縮められました。なるほどね、はい、2回目だから、はい、ゆいさんがなんか食べ物こぼした話とか、なんかそういう食べ物こぼして、ね、どういうエピソードそれ。え、待って、ゆいちゃんの反省を代行しに来てるんだから。ゆいさんが衣装を汚したって、汚したって。そんなお話聞けるなんてとかって、私としてはもうちょっと一歩近づいたなっていう感じで嬉しかったですね。果たして次はいつ会えるのかと。藤井さんはそうですね、まあ私はスポーツを担当していますが、やっぱりなんといっても今日はね、うん、大谷選手が MVP をね、はい、これもうこの動画が上がってる頃はもう発表されてるって、もう実はまだ我々今これオンエア終わったばっかなので、まだ出てないんですよ。どうでしたか。はい、やったー！よっしゃー！いやー、やりましたね。いやー、やりました、やりました。ね、やっぱりね、こう、やっぱ読んでいてもね、こう結構なんていうんですかね、まあ、スポーツ担当してると、この日に向けてこうやっぱり目覚ましテレビもこの MVP 受賞の日に向けてこう歩んでいきたいような感じがあるので、いよ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 今日なんだなと思って。いや、どうなってるんですかね、本当に気になりますけれどもね。もうだからね、我々の時間軸でいうとですね、あともう30分切ってますから、発表まで。盛り上がってんだろうな、本当に。今もう、わーってなってますからね、きっとすごいことになると思いますけれどもね。まあ、我々はね、これからも大谷選手、ね、含め、いろんなスポーツ選手、目覚ましテレビでお伝えしていきますので、ぜひ今後ともご覧ください。はい、はい、来週もよろしくお願いします。さよなら。